こんにちは、あいかです。今日はブラシ紹介の第2弾になります。前回はアイシャドウブラシに絞ってご紹介したんですが、今回はそれ以外の私がメインで使っているものをまとめてご紹介したいと思います。まずですね、私がメイクの中で一番手こずっている眉毛ですね。アイブロウ系のブラシになります。まず一番太いタイプのアイブロウブラシです。博報堂のものになります。この太さは他ではアディクションとかでも展開があったと思います。眉がこうしっかり生え揃っている方はもうこれでさっさっと描いたらすぐ終わるんじゃないかなと思います。私は眉頭から眉山までこれで描くようにしています。で、眉山から眉尻ですね、ほとんど毛がないので小さめのブラシで描き足していっています。こちらですね、テッシュのアイブロウブラシになります。毛の硬さは、ほとんど同じくらいなんですけども、2つ並べるとこんな感じですね。だいぶサイズが違います。昔はね、これとペンシルだけで仕上げてたんですけども、やっぱり全体描くときはこっちの方がすごく手早いですね。で、こちらでちょっと足して、で、毛の一本一本はペンシルで描くような感じで仕上げています。次にスクリューブラシですね。眉毛にも使えるんですけど、まつ毛をもちろん解くこともできます。これも博報堂のものになります。サイズもごくごく普通で、よくアイブロウペンシルのお尻にスクリューブラシが入ってたりするんですけども、それよりはサイズが大きいかなっていう感じですね。手早くこう解きたいときはこれを使っています。でスクリューブラシの代わりですね、もう少しまつげをこう細かくセパレートさせたいときはこちらを使っています。これも博報堂のものになります。博報堂からは最近この扇形タイプのブラシがたくさん新商品で出ていまして、サイズもほんといろいろあります。なんて言うんでしょう、海外の方のメイクの動画を見てたらよく出てる、この辺にハイライトを入れる、これのでっかいのでこうやって入れてると思うんですけど、ああいうブラシとかもあります。で、こちらは化繊になっていて結構硬いんですけど、これでこうやって溶きます。もうこちらは結構ゆっくりこう慎重にしないといけないので、急いでるときはこっちっていう感じですね。なので最近のマスカラで言うと、ファシオのマスカラはセパレートさせた方が綺麗かなと思うのでこっちを使っています。で、マジョマジョみたいにちょっと液がこう粘いタイプですね、まあなんとなくこっちで仕上げています。で、次にコンシーラーブラシです。で、私はもうコンシーラーは指でこうポンポンつけることも多いんですけど、いつもメイク動画に出てきているあの資生堂の医療用のコンシーラーですね、あれをつけるときは基本的にこちらの資生堂のコンシーラーブラシを使っています。これですね、購入したときにブラシ洗わないでくださいって言われたんですけど、練りタイプのコンシーラーはね頻繁に使うのでちょっと洗わないの気持ち悪いかなと思って洗ったんですが、特に問題なく使えています。なんかね、しっとりしてるように見えるんですが、これコンシーラーで濡れているっていうよりはもともとなんかこういう毛質です。これ買った時からそうで、なんか洗うとそのぺったり感がなくなるのかなと思ったんですけど、洗ってもずっとこの毛質です。毛は一歩一歩こうふさっとしたんじゃなくって、もうひっついているようなペタンとしたような形状になっています。なんですけど、これで伸ばしてやると肌のキメとかですね、ああいうのにまでこう綺麗に入れることができるので、指でこうつけるよりは綺麗に仕上がるよって言われたので一緒に購入したものになります。次、ノーズシャドウのブラシですね。で、ノーズシャドウ用っていう専用のブラシは私特に持っていなくて、手持ちのアイシャドウブラシを使っています。こちらです、ルナソルのアイシャドウブラシですね、多分サイズが3パターンぐらいあったと思うんですけども、これくらいの多分真ん中のサイズかなと思うんですけどブラシになります。こう厚みがあってサイズもまあ大きいんですよね。市販されているもののアイシャドウブラシで、例えばこう締め色用、メインカラー用、ハイライトカラー用ってあれば多分真ん中の M サイズっていう感じで、普通のサイズなんですけど、私が、メインカラーを乗せたいサイズよりはちょっと大きいんです。なので今はここのノーズシャドウを入れるように使っています。毛はすごい柔らかいのでね、使いやすいです。次にハイライトブラシですね。こちらです。ちょっとね、毛がもともと白いので、こう洗ってももうちょっと色がついちゃってるんですけど、これも博報堂のものになります。このね、尖りブラシは1本持ってるとすごい便利です。チークにももちろん使えるんですけれども、チークをのせた上にこういうところにですね、ハイライトを重ねたりとか、こうやってこうとかこうとかですね、使えます。先がもちろん細くなってるので、こういう鼻筋みたいなところにも入れれるし、この側面を使うとこういうちょっと広いところにも入れれるのがいいかなと思います。次にファンデーションブラシですね。雑誌の付録についていたちぎらさん監修のオーバル型のブラシになります。で、このオーバル型のブラシね、ずっと気になってたんですけど、でも売っているのはこうマックとかのちょっと高いのしかなかったので、どうしようかなと思ってた時に付録に出てくれたので、すごい良かったんですけど、これね、付録とは思え
えないクオリティです。てかまあ他のねオーバルブラシ持ってないんでちょっと比較ができないんですけれども、今までは資生堂のファンデーションブラシを使ってたんですけれども、それよりももっとこうやっぱポン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 できるので、こう動き的にこれも私はこう、まあ、こう使う人もいると思うんですが、こうやってこのコンシーラーの上に重ねるようなのでこうやって使ってたんですけれども、これの方がこうしやすいですよね。なのでこうポン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 叩くのが好きな人はこれすごい便利だと思います。これもいろんなサイズあると思うんですが、市販だとこういう際とかに乗せるようにもうちょっとちっちゃいのが欲しいかなと思っています。で現在これは何に使っているかというと、もちろん元々はファンデーション用のブラシなんですが、昔ディオールでメイクしていただいた時にこれよりちょっと大きいかもしれないんですが、こういう形状のでこうチークをこうやって入れていただいたことがあって、その時のね仕上がりがすごい綺麗で、一時期そのブラシどうしようかな、欲しいなって思ってたんですよ。なのでこうその代わりに使ってもいいかなと思っています。なのでまあファンデーション用なんですけども、まあチークとかあとまあシェーディングとか結構幅広く使えるんじゃないかなと思います。お値段的にも手頃ですし、百貨店に行かなくてもドラッグストアとか、まあ、化粧品店とかでも手に入るので入手しやすいっていうのもいいところかなと思います。次にチークブラシです。で私ねチークブラシはあんまり持ってないんですよ。私はもういつも言ってるように目が離れてるので、こう寄り目にしたいので、できるだけ内側からこの辺ですねに乗せるっていう位置も決まっていますし、質感もまあほとんどパウダーなので、練りになるとねスポンジ使うので、なんでまあそんなに種類を揃えなくてもいいかなと思ってるので、もうほとんどこれ1本で仕上げてます。こちらもテッシューのものになります。これね数年前ですよ、私がちょっとメイクにはまりだしてチークブラシ欲しいなって思った時に、主人が誕生日プレゼントに買ってくれたものになります。これをねこの辺にこう乗せて、まあ、上からハイライトも重ねますし、ここノーズシャドウ置きますし、シェーディングも入れるので、チークってね結構買うと量が多い割に入れる面積があんまりないんで消費できないんですよね。なので、はい、こちらがメインで使ってるチークブラシです。でシェーディングブラシです。これは RMK の斜めカットのチークブラシになります。なのでこれをチークブラシとして使ってももちろん全然問題ないです。ただこれ買ったシーンがですね、 RMK に昔行った時に、それこそ私それまではシェーディングとかノーズシャドウ一切入れてなかったんですよ。でも顔がまあのっぺりしてるので凹凸出したいんですよねとか言って、多分その時はハイライトを見に行ってたのかな。こうハイライト入れるのも大事だけど、そう影をつけることも大事ですよと教えていただいて、でその時にシェーディング用のブラシとして勧めていただいたのがこちらです。 RMK で買った、その時は限定で出てたやつなんですけどね、買ったのが私にとって初めてのシェーディングでした。でもね RMK のブラシは手頃なんですけどすごく使いやすいしいいですよ。これもね厚みがすごいあるのが分かりますでしょうか。結構もう毛量もしっかりしてますし、軸もね太すぎないので使いやすいです。で多分普通のキラフでもあると思うので、百貨店ブランドでお値段もまあそんなに高くなくって使いやすいブラシ探してる方はぜひ RMK チェックしてみてください。でフェイスパウダーのブラシなんですが、最近あのシューのパウダーも AQMW のパウダーも私あのパフでつけているのでブラシを今は使ってないんですね。ディオールだったりとかメテオリットビューとかそれぞれ専用のブラシがあるんですけど、まあ商品の専用のブラシっていう感じなので、ちょっと今回は省きたいと思います。次にフィニッシングブラシですね。メイクの最後にこう不要なお粉を払うブラシになります。こちら無印良品のものになります。で無印のブラシっていろんなシリーズあるんですけど、多分ねすいませんこれも廃盤だったかと思います。後継のものが出てるかもしれないんですけれども、私あんまり無印いかないので詳しくなくてすいません。これは昔はあのメテオリットビューの粉質が比較的柔らかいものこれを使ってました。まあ、全体にこう粉をバーッと最後にですねのせるときに使ったり、それを払ったりするのに使えます。ちょっと前はね、こうツヤ肌が流行っていった時ですね、最後にお粉を払いつつも磨くっていう意味で購入したのがこちらですね。これは高誘導のブラシになります。旧グラムールセールですね、今グラッドになってるんですけど、そうグラッドはねよく高誘導のブラシのセールが出てて、その時に買ったものになるんですが、こう変わってるんですよ。一見普通の平筆っぽいんですけど、こう斜めカット、こっちの毛が短くてこっちが長いみたいなカットになってて、こう面白いなと思って買ったんですけど、カーブしている方を顔に当ててこうちょっと払って最後にツヤを出したいなっていう目的で購入しました。
ただですね、まあ今ちょっとセミマットが気分なんでそこまで出番はないんですけれども、仕上げにブラシを使うとしたらこの辺を使っています。最後にですね、持ち歩いてるブラシですね、2本あります。私はあんまり手先でメイク直しをしないので、するとするとこの下まぶたのところのですね、よれ、ここです、こことここぐらいですね。パウダーにはパフが格納されてるので、何もついてないブラシでちょっとそのよれをこう整える、凹凸になってるのをフラットにするぐらいにしかブラシ使ってないんですけども、1本目、こちらです。これは、シャネルのクリスマスのブラシセットに入っていたアイシャドウブラシです。何でもかんでもこうアイシャドウブラシをね、他にこう使うなって話なんですけど、こういうところ直したりとかですね、このあざのところですね、ここがやっぱリキッドファンでコンシーラーで、それをちょっとフィットさせるためにフェイスパッドって結構重ねてるので、やっぱよれやすいので、薄くなったところにちょっとこれでポンポンとパウダーファンデを重ねたりとかですね、よれたところちょっとこれでなだらかにしたりするのに使っています。今持ち歩いてるパウダーはあのシュールのやつなんでパフ入ってるんですけど、まあちょっとブラシでつけたい時用ですね。こちらのゲランのこれメテオリットのコンパクトについていたブラシになります。こんな感じでパワーっとパウダー化されたりとかですね、するのに使っています。なので、持ち歩いてるブラシはこの2本ですね。そういえばちょっとね、リップブラシ紹介するの忘れてましたけど、あのリップブラシもティッシュの携帯用のやつを使っています。はい、ちょっと長くなってしまったんですけれども、ブラシ紹介第2弾をお送りしました。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。